です。今日も一日頑張って働いて疲れたからね、今からお風呂に入ってゆっくりしようかなと思ってるところなんですよ。なんでお前も入るのかよ一緒に入るかもわかんないけど、まあいいや。で、お風呂入るときに入浴剤だよね、やっぱりね。今日はこちらを入れてみたいと思います。あの、ゆうさんから送られてきたカッパエビセンバスボールだって。正直ちょっと想像もできない、どんな匂いがするんだろうかわかんないから、ちょっと入れてみたいと思います。よし、じゃあ動きも一緒にやろうぞ、行くぞはい、開封するぞ、開封するぞ、開封するぞ、音が響くぞ最強開封、開封、最強の開封、開封、最強の開封、最強の開封。うん、カッパエビセン、いきます。はい、じゃあこちらを、あ、まあこの方こんな感じか。よし、じゃあこれがなかなか、うん、すでに匂いが、あ、匂いがなんかすごい甘い匂いが、今日これなんだって今思ってます。はい、じゃあちょっともうちょっと近寄っていい？いくよ、ボチョン、いくよ、ボチョン、ボチョンまあ色はカッパエビセンだね、匂いわかる？あ、なんか見えてきてる、見えてきてる。なんか上手の時よりもなんかちょっとすごい匂いがする。なんか見えてる、見えてる、ほら、なんかなんだろう、何見たいの、見たいの、見たいの、よしよし、ほい、どう、よし、この匂いなんだこれ。さあ、あ、なんかカプセルなのかなこれ、ほらちょっとカプセルっぽくない？どうしよう、開けちゃおうかな、開けちゃおう、これで。あ、カプセルだ、なんだ、あ、カプセル取れちゃった。はい、ちょ、あ、お湯が入ってるし、中に。じゃ開けてみます。何これ、ん、あ、あ、ちっちゃい、ちっちゃいカップエビセン出てきた。なんだこれ、あ、上になんか穴が開いててキーホルダーになるみたいよ。北海道ホタテバター醤油のちっちゃいカップエビセンが入ってました。はい、じゃあ今日はこのカッパエビセンバスボールでお風呂入りたいと思います。最強。